皆さんこんにちは、ゆみです。今日はお菓子の動画になります。まずは今日発売のバカウケを紹介したいと思います。はい、こちらがバカウケになります。このバカウケはスーパー、コンビニ、ドラッグストアなどで購入できるみたいです。なんですが、コンビニはファミリーマート、ローソン、セブンイレブン3店舗見に行ったのですが、並んでなかったです。ドラッグストア1店もなくて、スーパー2店舗行って、そのうち1店舗のイオンでこのバカウケを購入しました。しかもいつもウエハースなどが置いてあるコーナーにはなくて、近くに店員さんがいたため、今日発売なんですがって聞いてみたら、おかきのコーナーに置いてありました。私が行ったイオンでは一家族で2点だったので、本当はもっと購入したかったのですが、2つだけの購入になります。入荷に限りがあるみたいなので、見つけたらぜひ購入してみてください。バカウケ2の方が4月に発売されるみたいなので、アニメイトのオンラインでは20個で予約できるみたいなので、予約をしていた方が確実だと思います。それでは開封していきたいと思います。今回はパッケージが2種類で、怪しく光るシールが全10種で1枚付いています。しかもウエハースとは違ってシールが中に入っているわけじゃないので、結構いいですよね。ウエハースもシールが外に付いていたらいいなって思います。じゃあ早速開けたいと思います。これ剥がすよりはハサミで切った方がいいので、このまま切っちゃいます。この点線で切るよりもうちょっと上で切った方がいいかな。シールを切らないように気をつけて切ります。じゃあ一つ目いきます。はい、お、マキさん。はい、マキさんが出ました。本当に背景が綺麗です。なかなかこういう光沢のあるシールってないですよね。じゃあ二つ目、じゃあいきます。はい、お、イタドリです。バカウケ2の方はパッケージに京都校がいるので、京都校のキャラクターがシールになるんじゃないかなって思って、すごい楽しみです。では続いてのど飴を開封していきたいと思います。少し前に発売されたもので、販売当日に購入したのですが、のど飴なので1袋しかいらないかなって思って、1つだけの購入で、開封も一つだけは寂しいかなって思って、この今日まで開封せずに置いていました。こちらもシール付きで全10種類になります。こちらのシールは名場面になります。じゃあ開けたいと思います。まさかのパッケージ、五条先生が4つもありました。パンダ1つ、マキさん1つ、ナナミン2つ、スクナ3つ、めぐみ1つになります。じゃあシールの方開けたいと思います。じゃあ行きます。はい、お、パンダだ。はい、走るパンダですね。かわいい。じゃあ最後に鬼滅のウエハースを2つ購入したので、リベンジ開封になります。オバナイと極みレアが欲しいです。じゃあ一つ目、じゃあ行きます。はい、お、ねずこちゃん、これは持ってます。じゃあ二つ目、では行きます。はい、お、ギユーさん、ギユーさんも持ってます。今日の開封はこんな感じでした。そして昨日、鬼滅の刃遊郭編が2021年アニメ化放送が決まりましたね。ほんと遊郭編はすごい楽しみです。あとは最近ヒロアカのアニメを見始めたのですが、
結構ハマりました。5期が3月27日から始まるので楽しみなことがたくさんあって嬉しいです。ヒロアカもグッズを集めようかなって少し思っています。あと最後に五条先生のボイスマスコットが届きました。お腹を押すと領域展開、僕最強だから、2種類のボイスが楽しめます。キーホルダーになるのでカバンにでもつけようかなって思います。見てくださってありがとうございます。それではまたお会いしましょう。バイバーイ。